で、まず D2RQ というのがあるんですね。で、この D2RQ というツールは我々の開発ではなくて、別のグループが開発したものです。で、それがどういうことをするかと申しますと、リレーショナルデータベースに入っているデータを RDF に変換するためのツールということで、そういったツールが結構、開発されてからしばらく経ってるんですけど、で、今はちょっとあまりメンテナンスベースになっていて、新しい機能は追加されてない状況で、基本的にこの D2RQ を使うためには、ある程度 UNIX の技術ですとか、Java を使ったさまざまな知識が必要になってきます。で、それですと、それ自体このツールの機能としては非常に有用で素晴らしいとは思うんですけども、そこをなんとかできるかなっていうので我々やっているんですね。で、基本的にこの D2RQ っていうのはミドルウェアでして、 RDB に対してスパークルで問い合わせをすることができたりですとか、RDB のデータに、ウェブ経由でリンクとデータとしてアクセスできたりと、さまざまな特徴を持っています。で、その D2RQ、今簡単に申しましたけど、そのある程度 UNIX や Java の知識が必要ということですけども、それに加えて、そもそも RDB に対してこう RDF という形でスパークルを検索するためには、そのための間の取り持つマッピングファイルというのが必要になってきます。で、そのためのこのマッピングファイルっていうものを、テキストファイルなので、このテキストファイルに対してさまざまなエディターを使って、ご自身で定義ファイルを書かなくてはいけないんですね。なので、そこに非常に知識が必要になってきて、そこが簡単にできるというわけではありません。ですので、このマッピングファイルがひとたびできれば非常に有用性の高いツールだと思うんですけども、そもそも最初に RDF の知識があまりない状態で、とりあえず手元には非常に有用なデータベースとしての RDB が入っているものがあったときに、手軽にやりたいというときに、この作るのが障壁高くてなかなかできないというところを何とかしたいというのが、今回のこの D2RQ マッパーの開発のモチベーションになっています。ですので、ここをうまくこう簡単に、マッピングファイルも作ることができるし、こういうさまざまなその技術的な知識をそれほど必要としなくても、簡単に RDF に RDB から変換できないかということを考えていました。ということで、この D2RQ マッパーを開発しようということになりました。で、基本的にはまずそのマッピングファイルを作る部分をうまくテキストエディターではなくて、ウェブ経由でブラウザにさまざまな必要な事項を記入していくことで、そのマッピングファイルが裏側で作れるようにしましょうということです。で、それからその RDB に対して RDF としてのアクセスを可能にするための、マッピングファイルっていうのは、そのマッピングファイルの仕様自体がこの D2RQ というツールの開発者が開発した言語としてあるんですけれども、これはそのここでしか使えないローカルな言語なんですが、それをより拡張して一般的にしようという流れがありまして、そのためのマッピングファイルの仕様として R2RML というのがあります。で、この R2RML っていうのは W3C のレコメンデーションになっていて標準化されていますので、さまざまなトリプルストア、スパークルを検索して、トリプルストアに、RDB データベースではなくて RDF データベースに対して問い合わせをする実装が、この R2RML に対応するような形に今なってきています。ですので、この R2RML ファイルをひとたびこの D2RQ マッパーを使って生成すれば、このファイルをそういったさまざまな R2RML に対応した実装に流し込むことで、このシステムだけではなくて、さまざまな実装に対しても RDB と RDF を橋渡しをさせることができるようになります。で、今回ではこれを実際にやってみましょうということです。で、これ両方大きな使い方として2つありまして、で、1つはDBCS のサーバーに立ち上がっている D2RQ マッパーを試していただくということと、あとこの、D2RQ マッパーが DBCS のサーバーで上がっているということは、これから RDB として RDF 化したいデータが、この我々のサーバーから
インターネットを経由して公開されてないといけないので、そういったデータベースをお持ちの方はこれでももちろん構わないんですけども、まあ、そういうことはなかなかないということも想定できますので、この D2RQ マッパーのサービスそのものを Docker のイメージという形でも配布してますので、これを D2RQ マッパーをご自身の完全にローカルの中で全てご利用いただけるということで、場合は Docker のイメージを利用していただくのが一番最適かなと思っています。ということで、これ幸い2015年の LOD チャレンジというのがありまして、ここで基盤技術部門で優秀賞をいただくことができましたので、これでまたやる気をすごい今つけて、さらにサービスの質を高める開発を今進めているところでございます。で、ちなみにこの2017年というのもあるので、こちらも今募集中ですので、もし皆さんLOD チャレンジに何か募集応募したいというものがありましたら、ちょっと試してみる、ここのサイトに行って何かアイデアを膨らませていただければいいかなと思います。はい、で今回じゃあサンプルデータとして何をするかということなんですけど、なかなかこの単純なものが一番その D2RQ マッパーというアプリケーションそのものを理解していただくには良いかと思いましたので、まあ、直接その生物とかに関連するというよりは、よりこの一般的なものをちょっとピックアップして取り扱いたいと思っています。で、今回使うデータとしては、この2つですね。テーブルを2つをつけるということで、あえて2つを持ってきたんですけど、1つはこの主要穀物の、生産高トップ15カ国のデータ。で、もう1つは国コード、JP とか US とかいろいろありますけども、その国コードの、2文字を実際の国の名前に変換するためのテーブル、このデータ、この2つを使って、これをジョインしながら RDF 化していくっていう処理を D2RQ マッパーを使ってやってみたいと思います。で、ちなみに Docker はこんな感じなんですけど、この中で Docker をご利用になっている方ってどれぐらいいらっしゃいますか？ あまり多くないんですね。Docker、 この立ち上げるまでに、その Docker っていうそのものをまずご自身の PC にインストールしなくてはいけないんですけど、ひとたび Docker が動くような環境であれば、あとはこんな形で簡単に D2RQ マッパーを立ち上げることができるんですね。ただ、先ほどちょっとまっさらなそのマシンに Docker を入れて D2RQ マッパーのイメージをダウンロードしたんですけど、全体で 1.5 ギガぐらいあるので、なんか一斉にここでダウンロードするのも結構 どうかなと思ってるんですね。なんで、まあ、で、その一方で、我々のこの、データベースセンター、統合データベースセンターの中の、D2RQ マッパーをサーバーを使ってみたら、もちろん構わないんですけども、これだけの人数の方が一斉にサーバーアクセスとまたどうなるかなっていうのもあって、今回ちょっとストレステストみたいな感じになるんで、ちょっとやってみたいなと思いますので、まずD2RQ、のサーバーに皆さんちょっとアクセスするということをお試しいただけますか？サーバーのアドレスですけども、今回は d2rq-dev の dbcs.jp ということになります。ちょっとこれ1回入っちゃってるんで、1回ログアウトします。はい、これですね。よいしょ、ここで拡大鏡を動かすと、ここですね。ここのアドレスにアクセスしてみてください。で、アカウントが必要なんですけども、必要なアカウントは Facebook アカウントか Twitter アカウントか、もしくはこのサーバーにこれからご自身で使うアカウントのどれかになります。どれか一番都合の良いものをお選びいただければと思います。あ、大丈夫ですか？で、私はツイッターのアカウントを使うことにします。
で、ログインするとこんなページが出てくると思いますけれども、いかがでしょうか。まずログインができるまでちょっとここで待ちたいと思いますけども。ログインできない問題がありましたらお知らせください。で、一方で私はここで Docker の方も立ち上げてますので、Docker の方でも動かしてみたいなと思います。これが Docker バージョンですね。ぴったり同じで、まあ、唯一違うのはここのアカウントのところに、もちろんこれローカルでやることを想定してますので、 Twitter や Facebook のアカウントでのログインないと。それ以外は全く同じものになっています。で、先ほどなんか Docker をご存知の方があまり多くなかったということなんで、 Docker をご存知の方は、じゃあそのあまりトラフィックを考えないでここでやってみてもいいのかなと思うので、 Docker プルでここをダウンロードしていただくといいかなと思います。はい。動かないですかね、その後。今日動作確認をして、その Docker のバージョン全てについては試してはいないんですけども、この Docker プルでこうやって持っていくとイメージはダウンロードできて、動作はするかなと思うんですけれども、もし、はい、それでお試しいただいて Docker のバージョンによって動かないということがありましたら、こちらでまたサポートしたいと思いますので、お知らせいただけると幸いです。これでやるとざーっとダウンロードされてきますけど、だいたい1ギガ以上、1.5ギガぐらいあったので、しばらくまあかかりますけども。で、まあ、ひとたび終わると、まあ、こんな感じで立ち上げれば、ご自身のローカルでの DHRQ マッパーが立ち上が、あの動、使えるようになります。はい。動かないですか？ 動かない。ダメでした？さっきこの僕のこの PC でドッカープルしたら問題なく自分のマシンに入ってきたので、ここの、JST のネットワークという意味では問題なさそうでしたけども。はい。私のサーバーにつなげて、ああ、そのサーバーがダメなんですか？ はい。プロキシの中にああ、ある。そこから僕側を使ってるんですが、ちょっと厳しいですかね。はい。そういう場合はすいません。データベースセンターの方のサーバーでお願いします。どちらでも全く同じように使えることは確認しましたので大丈夫です。あとはサーバーのパワーがどこまで持てるかというところですけども、このページが出るところまでは行きましたか？大丈夫ですか？はい。ログインできない。何のアカウントで？待ってる状態。あ、待ってる。はい、わかりました。ログインできた方はこの New をクリックしていただいて、ニューの中に出てくる各ボックスにこのような内容を入れていただくとよろしいかと思います。まあ、今回はそのサンプルですので、SQLite で非常に小さなデータを扱いますけれども、この DHRQ マッパー自体は SQLite の他に MySQL と Postgre に対応しています。で、あと、こちらにまだ一緒にマイグレーションはしてないんですけども、オラクルの方でもこの DHRQ マッパーを開発してコネクションを貼れるようにしていますので、オラクルももし使って DHRQ マッパーを使いたいという方は利用可能になっています。これ見えますか？大丈夫ですかね？これもっと大きくしないといけないかな。
拡大。これはね、Mac の方が拡大は簡単にできますけどね。こんな感じで、Windows だとこんな感じですけど。はい。名前は自由で構いませんし、ベース URI も構いません。これはもうあくまでも便宜的に僕がつけたものですので、適当につけていただいて構いません。で、ポイントはこことここですね。SQLite にしていただいて、で、SQLite で具体的にデータ、今回のサンプルデータの所在はここになりますので、こことここだけは同じにしていただくと、これから同じ環境で進めることができます。アダプターを SQLite にして、データベースの所在はここですね。スラのデータから始まるところです。で、この入力が終わると、このハートのセーブボタンを押してください。入りましたか？これうまくいくとこんな感じでサクセスと出るわけですけども、いかがでしょうか？大丈夫ですか？出ました？大丈夫ですか？ちなみにその先ほどのデータのオリジナルはこういうところになってまして、ここに実はもうここに RDF としてタートルとかもあったりするんですけど、この RDF はあまり使いやすくはなかったので、今回あえて一旦こう SQLite に入れて、D2RQ マッパーを使って他のとこ、まあ、ジョインさせるっていうところをお試しいただければと思います。ネットワークが遅くなってるのは大丈夫かな。この具体的にはこんな感じになっていてですね、ここに、大きくならないかな。こんな感じで、その最初にカントリーコードが来てまして、カントリーコードの後に、まあ、バーディーっていうものが来て、実際、まあ、フローを取れるかっていう感じで、このテーブル形式のデータベースになっています。で、今回は、このカントリーコードの2文字のものを展開して、具体的な国名を入れた形での RDF を作りましょうというお題になっています。で、このカントリーコードと具体的な国名との、マッピングは、ここのキータの方にアップされていたものを使うことにしました。こう見ると、こんな感じで、書いたわけですね。ここに2文字のカントリーコードと、それに対応するアイスランドという国名が日本語で入っているという感じですね。なので、この2文字のカントリーコードをジョインして RDF にしようというお題です。どうですか？ここ行きましたか？ここまで。問題ある方いらっしゃいますか？あ、大丈夫ですね。はい。で、じゃあ、ここのテーブルを見ましょう。そうすると、こんな感じで入ってるわけです。これぞれコーンとかオーツとか、あとカントリーコードっていう、まあ、テーブルが今回4つ入ったデータベースになっています。で、これをここで、このコンフィギュアというところをクリックしていただきますと、具体的なそのテーブルの内容を確認することができるようになっていて、今、さっきほどのオリジナルの方で見ていただいた内容と同じものが入っていることを確認できると思います。
で、もうこの状態で実は何もしない、単に流し込んだだけですけども、これですでに RDF はできてたりするんですけども、まあこれだけだと先ほどのようなジョインとかはなされてないので、これからそのジョインなどをしながら RDF を編集していくわけですけども、今何もしない状態でどんなものができているかといいますと、ここに D2RQ マッピングっていうところがありまして、でこれをクリックしますとこんな感じで、その先ほど自分で編集しなくてはいけないと言っていたマッピングファイルがこれですね。こんな感じで、こういう、タードル形式にはなってるんですけど、このマッピングファイルをもしこの D2RQ マッパーがなければ全部ご自身でこう書いていかなくちゃいけないんですね。でこれはかなりハードルが高いものだと思いますので、ここをなるべくハードルを低くして、せっかくご自身に価値のあるデータが RDB にすでに入っているのであれば、簡単に RDF にしたいという目的を叶えられると思いますので、どんどん使っていただければと思っています。でこれがその R2RM マッピングというもので、これがその W3C の標準化されたもので、これどちらも同じ内容になっていて、単に表現方法が違うだけです。なのでこれもダウンロードできますので、ここのマッピングファイルをダウンロードして、この R2RM に対応したその他のツールに流し込んでいただけると、簡単にそれをまた使うことができるようになっています。でさらに生成された RDF っていうのが、こんな感じになっていて、ここがちょっと時間かかることがあるんですけど、こんな感じでもう RDF もできてますよっていう感じですね。でこれに対するスパークル検索もできますと。はい、なのでもうすでにどんなものができるかってことも確認しながら編集を進めていくことができます。今回非常にデータベースの内容が小さいので、負荷も少ないので、なんかうまくいくんじゃないかなと期待しているところですけども、ちなみに今回この ER ダイアグラムっていうのもあって、これを見るとこういう感じでテーブルがもう少し可視化された形で、見ることができて、でその間の関係マッピングをここで編集するっていうこともできるようになっています。でさらにこれよりも一歩進んだインターフェースとしては、今開発中なんですけど、こんな形のものがありまして、これになるともっと直感的な形でのマッピングファイルができるんですけど、これは今鋭意制作中ですので、ちょっとリリースまでは時間をお待ち、少しお待ちいただくことになって、今日はこちらでやることにします。はい、じゃあジョインをどうするかというところですね。でここにテーブルっていうところを選択して、この上にジョインっていうアイコンありますけども、ここをクリックします。これをジョインでクリックするとこんな画面が出てくると思うんですけども、ここで先ほどのカントリーコードとテーブルのカントリーコードの2文字の部分をマッチさせたいわけですね。でそうするとそのカラムですね、カラムにここにカントリーコードっていうのがありましたので、ここをカントリーコードにします。これまた見にくいですかね、ちょっと大きくしようと。はい、こんな感じで、はい、ジョインをクリックして、このページ、ポップアップウィンドウが出てきて、で、これテーブルを選択します。とりあえずバーリーを選択して、で、その中のテーブルのカラムとしてカントリーコードを選びます。で、こっち側のオブジェクトの方に、テーブルはカントリーコードが書かれているテーブルを選択して、で、2文字のカントリーコードでしたので、この2レターズの方を選択します。はい、でこれを Add Table Join ってやれば、このジョインが行われるテーブルを作ることがもう終わりました。それで、欲しいのはこの、2レターのカントリーコードを経由した日本語の実際の国名ですので、それをどうやって RDF に反映させるかといいますと、この今、分かりますかね、もう一回戻った方がいいかな。ジョインでできたテーブルがあるんですけども、そのジョインのテーブルに対してこういう選択をするようになります。いいですか、ここでテーブルを選択して、でここに先ほどのこのジョインの設定が終わると、新たにこういう一つ行が足されますので、この行に対してここで設定をするコンフィギュアを知るという作業をします。でそうするとここで実際の先ほど定義したジョインが
具体的になされた結果としてのテーブルがここに表示されてまして、確かにこの DE に対して、カントリーコードの DE に対してドイツっていう名前の、国名が入っている、割り当てられているというか、結びつけられていることが分かります。ですので、このカントリーコードの名前の部分を、RDF のトリプルに反映させたいと思います。およし。で、デフォルトはこんな感じになってるんですけど、国名のリテラルですから、ここを RDFS ラベルにするとか、こういう形でまずプレディケートを選択して、で、ここをデフォルトではこんな感じで URI を目的語に取るようにしてますので、これを具体的なリテラルにして、で、コラムは two letters ではなくて、この国名のネームに当たるものですから、こうネームにします。で、国名は日本語で書かれているので、言語タグの JA を入れると。これは入れなくても構いません。これはどちらでもいいんですけども、リテラルが日本語で書かれている内容ですよってことを、RDF データの中で明示したいときは、こんな感じで言語タグをつけることができます。で、ここでセーブすると定義が変更されて、RDF データもアップデートされるという仕組みになっています。はい、いかがでしょうか。ちょっとここまででちょっと分からなかったり、よく手順が頭に入りなかったっていう部分がありましたら、お伝えください。大丈夫ですか。はい。この画面ですか。この画面の下でいいですか。はい。もしかしたら明かりを前だけ少し比較的に見えないのかな。どっちが皆さん。いいですか。こっち、これの方がいいですか。これでいいですか。はい。じゃあ、これで、はい。今更感もあるんですけど、RDB ご利用されてない方がいらっしゃるんですか。大丈夫ですか。 RDB で普段ご利用されていて、ジョインをするっていう作業、非常に SQL で書くとき多いと思うんですけど、ジョインをすることをこの DHRQ マッパーの中で行う方法が今、ここでお知らせしたような形になっています。何かよく分からなかったというところがありましたら、お知らせください。ここまでできました。データの内容が複雑で、さらに作業も複雑になってくると、もうどんどんわけわからなくなってしまうので、今回多分今みたいなサンプルのデータであれば非常に分かりやすいかなと思ってやっているわけですけども、いかがですか。同じ要領でどんなデータでもどんどんジョインしながら、そのジョインした先のテーブルの内容、別のカラムの値を目的語にするというようなことができるようになっています。で、それをトリプルとして RDF データを生成できます。で、これも先ほどの ER ダイヤルがで見ていただくと、そのジョインの部分にちゃんとこんな感じでつながってるわけですね。こんな感じで、トゥーレターズの部分からピヨッとこう線が出て、カントリーコードにつながっているので、この2つがキーとなって、ちゃんとジョインがされてますよということを確認できます。なので、あとこっちのオーツもコーンも同じテーブルの構造をしてますので、同じようにこのカントリーコードとここの
カントリーコードテーブルの2レターズをこうつないでいくってことをしていただけると良いかなと思います。これをこちらで変えるとこれも反映されてるんですか、ね、できます。あ、消えちゃった。はい、ちょっとあ、こんな感じ、あれ、はい、こんな感じで、同じように今ジョインした部分とそれがどのような仕事目的語の関係になっているかといったものがこのように分かりやすく表示できているわけですね。この新しいインターフェースの中ではこの、RDF の世界と、RDB の世界を一つの画面に表示できるように努力していまして、このジョインっていうのは RDB の世界ですから、その RDB の世界のジョインがこういう茶色の表現になっていて、で実際それが RDF の世界にトリプルでどうやって表現されているかっていうのがこのピンクのラインになっていて、でこの、ここが主語になってこちらが目的語になっているっていうことが分かるようになっています。なので同時にその RDB の世界の関係をいろいろと定義しながら RDF の世界ではどういうトリプルを生成するかっていうことをこう自身で確認しながらマッピングファイルを作っていくっていうことが効率的にできるようになっています。何か質問ありますか？大丈夫ですか？もうこの最低限これで、あとは本当また同じようにここを見ていくと新しく今作られたマッピングファイルがここに反映されて、それに基づいた RDF もすぐに作ることができるというようになっています。これを、今作っているところですね。更新するともう一回作り直すので、それが終わるとこんな感じで出てきます。で、ダウンロードすることもできますという感じになっています。で、で他の同じような構造のテーブルに対してジョインしていくのもまたここでジョインとやって、今度は例えばコーンに対してやる場合はコーンってやって、でコーンのカントリーコードと他のカントリーコードのテーブルのトゥーレターズのところのあれなんだこれトゥーレターズでやって、ここの2つを関連付けますというふうに定義して、でここのコンフィギュアを選択しながら具体的にどういうトリプルにしていくかってことをどんどんと同じような要領で進めていくということになります。でこれでセーブ。であとは、コーツですね。カントリーコードで、このカントリーコードのトゥーレターズで、ローテーブルジョイント。で、ここをやこれで、一通りできましたので、まあ、一応 ER ダイアグルでもそれを見てみると実際こうやってつながっていることが確認できますというイメージです。でここにマッピングファイルが出来上がると、こんななんですね。結構単純だったと思うんですけど、これを実際のマッピングファイルにするとこれだけの行数になるので、なかなかこんだけのことをするのにもこれを全部手で書いていくのは辛いということをこう把握できるんじゃないかなと思います。はい、で、まあ、これで大体容量はご理解いただけたんじゃないかなと思いますけども、これで
この要領でご自身のデータもどんどん試してみていただければいいかなと思います。それでそのままですと、あと、そうだ、もう一つお伝えしておいた方がいい情報として、今国名の助印をして、でその実際の日本語の国名を取るためだけにこのカントリーコードのテーブルを使ったので、カントリーコードテーブルそのものは特に RDF にする必要はないわけですよね。なのでそういう時はここをこうクリックしていただくと、こうやって消えるんですね。これでこうするだけで、このカントリーコードのテーブルの情報、このテーブル自体を RDF にする必要はないということで、それが RDF の中に入らなくなります。これをしないと、そのカントリーコードのテーブルそのものの RDF データも全部出てきてしまって、別にそれは出てくること自体に問題はないんですけど、どうせ最初の目的として使うものではなかったので、そういう不要なトリプルを生成したくないという場合は、こういう形でクリックすれば、そのテーブルに関する情報は RDF として生成されなくなります。こんな感じで出てきたトリプルを実際見ると、ドイツっていう形でちゃんと入っていることを確認できます。いかがでしょうか。何か質問などありましたら、お気軽におっしゃっていただければと思いますけども、これ今ジョインを中心にお伝えしましたけど、他のカラムについても最初便宜的に全部 URL のプロパティがついてますけども、これをさまざまな他のプロパティに変えていくことが簡単にできるようになっています。あと、いらないカラムについてまた RDF 化したくないという時は、テーブルをRDF 化したくない時と同じような感じで、ここのトリプルのアイコンをこうクリックするだけで、ここの情報はRDF にならないという形で簡単に設定できます。でこの値を具体的にトリプルをどうしたいかっていうのはここに書いてありますので、これも同じような形でプレディケート、述語にどういったURI を使うかということをここで定義してまして、でその目的語はこちらになってますということで、リテラルの値そのまま入れたい場合はここをクリックしますし、何か独自のご自身の URI の、パターン使いたい場合はここに具体的な URI を入れて、でここのこのアットアットっていうのがこの D2RQ マッパーの独自仕様なんですけども、ここに URI の中にその具体的な値を入れたいときはこういう感じになりますね。このアットアットとアットアットの中のコーンドットバリューって書いてありますけど、このコーンテーブルのバリューって値がここに置換されますという形で、そこに具体的なテーブルの内容が一つ一つ入って、それに対応したトリプルが生成されるという形になっています。で高度な利用方法として、ここにさらにこの SQL のウェアの中に書かれることは全部ここに書くことができてまして、よりその RDF 化したいデータの条件を詳しく設定したいという場合は、このウェアのコンディションの中にさまざまな SQL のウェアのコンディションに書けるものとぴったり同じものを書いていただくと、そのテーブルの中の値の一部、そのウェアのコンディションにマッチしたものだけを取り出してきて、でその内容が上で定義したトリプルとして生成できるということになっています。で、ドッカーバージョンはこ
ちで、まあ、同じなんですけど、こんな感じで、ここでやる。こんな感じで。アカウントがまたなくなっちゃったのか。サインアップして、ここで。Docker バージョンの場合は、もちろん、その、一旦 Docker のイメージで、こう立ち上げたサーバーを落としてしまうと、アカウントも全て消えてしまうので、まあ、できた間に、生成したマッピングファイルをちゃんとエクスポートしてダウンロードしておかないと、全て消えてしまうということは、注意といえば注意です。で、これから、開発、まだ、現バージョンでは残念ながら入ってないんですけど、ここで生成したファイル、設定ファイル等を一度マッピングファイルではなくて、この D2RQ マッパーの設定ファイルをエキスポートできるようにして、一度ここでいろいろ定義した D2RQ マッパーの処理の内容を今のような形でイメージのサーバーを一旦落とした後でも、別のサーバーを立ち上げた時でも読み込めるようにして、作業が継続的にできたり、進められたりですとか、他の共同研究者の方と一緒にその内容をシェアするということができるようにしたいと思っています。これでここで同じようにこうやっていくことができます。これで、あと一つお伝えするところを忘れてましたけど、このDocker バージョンで、その Docker のコンテナ内になくて、Docker のコンテナの外側にあるデータベースにアクセスするときには、Docker を立ち上げるときにそのマウントをしなくてはいけないんで、そのマウントを忘れないようにしてくださいということで、こんな感じですね。ここに V オプションをつけて、これがホストマシンの方のパスで、こっちがゲスト、そのイメージの入っているコンテナの中でのパスになって、このマッピングをつけてあげないと、外側のそのホストマシン側にあるファイルにゲストの方の D2RQ マッパーがアクセスできませんので、これを忘れないようにするというところがポイントになります。 D2RQ じゃないや、 Docker を使ったことない方はちょっと何言ってるのか分からないかもしれないですけど、Docker を使っている方はこんな感じになることをご承知をお聞きいただければと思います。はい、どうですか？いいですかね？はい。今のバージョンでいろいろ作ったやつっていうのは新バージョンにデータセットを持ってくるんですかね？はい。そういうことをできるようにしたいと思っているんですけども、ですね、今のバージョンでエクスポート機能がないので、ちょっとそこが次のバージョンになった時に移行はできないんですね。ただサーバーが同じなので、 D2RQ マッパーの DB シェルの方で作っているのであれば、同じアカウントであれば反映できるようになっています。いつにしましょうかはい、素早く今週、来週ぐらい分かんないです、はい、頑張ります。でも今月中ぐらいにはできるようにしたいなと思ってますけども、こちらでもこんな感じで、機能としては基本的には同じものが使えると思いますので、はい、一旦試していただいて、はい、何かありましたらご連絡いただければと思います。サーバー側にデータが残ってますので、もし救済したいということであれば、直接お伝えいただければ対処いたしますので、はい、ぜひお願いいたします。はい、どうですか、いかがでしょうか。であと午前中ちょっとなんかここでスパークルの基礎という形で簡単にご説明しましたけども、
資料という形では5月にエンジニア DS 現場の会という会でスパークの基礎という発表をしましてですね、その時のこのスライドが残ってまして、これフィグシェアの方からオープンでアクセスできますので、ちょっと今日のその場でこうライブでやっただけではちょっと頭に残らなかったということで、もし分かりにくいということでしたら、ぜひこちらの資料もご参照いただければと思います。フィグシェアの方で公開してますので、検索 N していただけると、多分ちゃんとリンクを後で、はい、貼っときますので、今日の第2回 RDF 講習会のウィキのページにアクセスいただければ、この資料に簡単にアクセスできるようにしておきたいと思います。